はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ皆さん、本日3月の29日おとぎリュウジさん実装、はい、おめでとうございます。本日はですね、おとぎリュウジさんのキャラクターの格付け、まあキャラクターの評価やっていこうかなと思ってるんですが、一個言わせてください。イベントだるすぎる、マジでクソイベントすぎる、クソイベントですよ。皆さんやってます、このおとぎリュウジのこのキャラクターゲット、これねガチでだるいんすよ。ダイスチャレンジとかいう、なんかおとぎと戦うとダイスチャレンジっていうのが発生しまして、でそのダイスチャレンジに勝つとおとぎリュウジのキャラクター使用権がゲットできるよっていう仕様になってましてね。でね、なんかまあ一応僕これゲットしたんですけど、これね、まあちょっとやってみますわ。一回鍵報酬3倍にしてレベル10を倒してください。なるべく早く倒せるデッキだったら何でもいいです。で僕は幹部会のメンバーに教えてもらったんですけども、合体魔人将来使ってて、これ使ってでリュウジ君のレベル10報酬 ×3、 これやっていきます。即座に倒せるデッキあったら何でもいいです。これちょっとデッキもね後でご紹介するんですけど、まず合体魔人将来とかいうマジ劇的にヤバいスキルが発生しまして、ゲートガーディアンが手に加わると。でですね、このグレート魔獣ガーゼットっていうモンスターいるんですけど、これとかを出してワンパンします。レベル10をゲートガーディアン特殊召喚する。で、ゲートガーディアンリリースしてガーゼット出してでぶん殴ると、これがねめっちゃ早い。ほんでですね、これをすることによって何が起きるかっていうとね、報酬が、まあ、3倍になってるんで、これねダイス振れるんですよ。でこれ6個振れるんです。報酬3倍にしないとこれダイス2個しか振れないんで、報酬3倍にしてほしいんですけど、3倍にしてやるとダイスが6個振れると。で6分の1の確率で多分これ星が出るんですよ。星がで星を9個集めるとおとぎくんゲット。ちょ一回振ってみますね。はい、星1個出ましたと。で星1個折れたんでこれ1枚枠開くんですけど、これがおとげくんをゲットする場合はこれをこの星を9枚集めないといけないんですよ。これ今全部で16個集めるとなんかデュエルフィールドゲットできるよみたいな感じなんですけども、ここにめちゃくちゃそのダイス使うんですよね。このダイスを、このダイスマジでめんどくさい。そのね違うんだよ、まずね本当に殺意湧いたんだけど、このイベントに違う、こういうことじゃないの。俺たちがしたいのはまずおとぎくんをゲットして、おとぎくんを使ってデュエルをしたりスキルをねなんか眺めたりすることが楽しいのであって、別にこのイベントが楽しくてやってるんじゃないですよ。わかりました、言ってる意味。マジでこれ本当クソゲーオブザイヤー受賞する、クソイベントオブザイヤー絶対受賞するわ。このイベントマジでゴミ、クソめんどくさい。これ考えたやつガチでクビにしてほしい。でデッキなんですけど一応紹介しとくと、これあの幹部会 あのメンバーから教えてもらったデッキなんですけども、とりあえず早く倒せればいいんで、合体魔人将来にしてスキルをね、あとは高打点が立てられるデッキであれば何でもいいです。例えば、まあ、ガーゼット、グレード魔獣ガーゼットとか、あとこれ、魔獣カイザーガーゼットとか、新魔獣ガーゼット、5連のモンスターを全部入れてまして、ガーゼット9枚積みで合体魔人を、まあ、合体魔人というかゲートガーディアンをリリースしてこいつら出してぶん殴るっていう高校でね、これが一番早い。まあ先行だったらまあターン度でいいです、そのまま。で、あと打点用意すればいいんで、コンセントロイトとか、レスキューラビットから通常モンスター出すとか、まあ通常モンスター普通に召喚してもいいし、なんでもいいんだけども、打点を用意できるんだったらなんでもいいです。はい。そんな感じのデッキで回すと。で、肝心のおとぎくんの、キャラクター評価ですね。対人戦で使えるかどうかっていう、判断をします。ちょっと今回クソイベントすぎて最初喋りすぎたんで、若干飛ばし気味で茶番評価せずにカード評価とスキル評価やっていきますけど、めちゃくちゃ弱いねまずカード報酬、星1です。マジでやばいから弱いっす。びっくりしたもん。レベル45から見ていくか。45アサルトコア、巨大戦艦なんですよね、おとぎくん。なんか知んないけど強化されてるテーマがこのここの枠で、アサルトコア、まあ弱いね。
このカードのカード名はルール上巨大変化としても扱う。相手フィールドにモンスターが存在して、自分のフィールドにモンスターが存在しない場合、サイドラ条件ね、このカードは手札から特殊召喚できると、うん、だからまあ巨大戦艦ではあるから、一応ボスラッシュとかとコンボは組める、まあ、ボスラッシュがなんか新パックに出るとかいう話あるんだけども、あのね、こんなもん使わないんだよな多分ほとんど。まあ一応特殊召喚してアドバンス召喚のリリースにできるとかはあるけど、巨大戦艦がそもそも弱いんですよね結構。あの好きな人ごめんなさい、巨大戦艦が一応対人戦でこの環境で使えるかどうかっていう判断基準に一応キャラクターの数格付けはいつもやってるんでね、それで判断していくんですけども、まあこんなカードは使わないかなって感じだよね。でダイスエットも今更感はあるから別にどうでもいいでしょ。でルーレットボマーとかはもうほんとネタカードではあるけど、一旦に一度自分のメインフェーズ時に発動できるサイコロを2回振って出た目を1つ選び、その数と同じレベルを持つフィールド上のモンスターを1体選んで、破壊すると、もうあの破壊するカードこんだけあるのになんでサイコロ振んなきゃいけないんだみたいな話はあるから、今更感はあるカードで、シールドリカバリー、これは巨大戦艦のカウンターを3つ置けるよっていう通常魔法ですね。嫌になってきたわ説明するの。もうね、巨大戦艦とかね、もうね戦えないから、絶対こういうカード実装するんだったらフレイ対戦の環境をどうにかして、毎回毎回さ、ランク戦とか行ってさ、フレイ対戦用のデッキでボコられるっていう経験してみんなやめちゃうんだよね本当に。マジでこういうカードを実装するんだったら、ちゃんとこういうカードで遊べる場を公式が提供するべきだと思う俺は。今日の動画マジで不満しか言ってないけど、本当にこれはユーザー、全ユーザーエンジョイ勢からの意見だと思ってください。マジでコナミさん見ていたら、はい。でダイスアルマジロとかいう、本当ダイスってついてるだけのモンスターですねこれね。ふざけんな。でアサトコは、まあ、そもそもレベル45のあの報酬がなんでレベル30にもあんだよみたいな話あるけどね、レベル45のロマン性のあるカードどこ行ったんだよみたいな話なんだけど、と、ダイセット、ルーレットボマー、ゴッドオーガス来ましたね、ゴッドオーガスレベル21、これでイベント周回せずに済みます1枚だけだったら。で、シールドリカバリー、ダイスアルマジロ、アサルトコア、ダイセット、ルーレットボマーと、もうネタないんだろうな多分、ネタないんですよね、ほら。あの実装するカードの。さあ続いてはスキルなんですけども、スキルもね微妙だよね、結果総合的な、判断で、スキル評価な2ですね、1に近い星2だと思います。まずクエスト展開、サイコロ1回振りますよ、出た目が今のターン数以下の場合手札のゴッドオーガスを1体フィールドに出すよと、まあ、ゾーク出現みたいな感じですね。でこのスキルはデュエル中に一度しか使用できない。ゴッドオーガス自体は、まあ、そこそこ、まあ、効果は強いっちゃ強いんですけど、耐性一切ないんですけど、まあ、強いは強いですね。効果を説明しておくと、一旦に一度自分のメインフェーズにサイコロを3回振って、で出た目の数の合計かける100ポイント打点がアップしますよと、まあ、要は666とか出たら、1800アップするんで4300になったりするみたいな感じのカードなんですけども、で出た目のそのダイスの目のうち2つが同じだった場合は、効果3つあって、1、2が同じだった場合は相手ターン終了時まで戦闘効果破壊されない、3、4だったら2枚ドローで、5、6だったら、ダイレクトアタックできるよと。これね、5、6結構強いんだよね、ダイレクトができる。でしかもあの5、6出る場合って打点が高くなってるんで、まあ3000以上、まあ666が出たらちなみに4300でダイレクトアタックができるっていう、結構ぶっ壊れモンスターになれる感じなんですけど、まあこれもまあスキル悪くはないけどね、このスキル自体は。ただやっぱ高校初手とかで出したいんですよゴッドオーガスを、それができないから、やっぱスピードデュエルでこのターン数以下の場合っていう、まあ、要は6ターン目以降であれば確定出せるんだけど、ちょっと遅いよね、ちょっと遅い、まあ弱くはないですけどね、はい。でゴッドオーガスダイス、自分のデッキにゴッドオーガスをぶち込んで、でゴッドオーガスを召喚特殊召喚したターンに一度だけ、次に自分が振る1回目のサイコロが6が出ると。これさ絶対運命力見習ってやるんだったら全部6出して、絶対ダイス力見習ってっていうか、絶対ダイス力にしてスキル、なんか1回目しか出ないってこれどういうこと。確定させようぜもう。多分ですね、絶対運命力とかやべえスキル作っちゃって強すぎて、ユーザーからなんか強すぎるだろうって言われてビビって運営が、でなんか1回目だけにしとくかみたいな
会議が行われて多分1回目だけなったみたいな感じだと思うんですけども、これ中途半端でしょ。1回目だけ6ってやるんだったらさ、振り切ってさ3回6出してくれてもよくない？なんかデュエル中に一度だったらもう、じゃそれ強すぎるかな、ちょっとわかんないけど、まあ、ただゴッドオーガスを出すギミックが必要なんで結構難しいと思いますけどね。はい、なんでこれちょっと中途半端ですね。中途半端、まあ、これ1回目6出したところで2回目3回目6が出るとは限らないんでね。でサイコロブースター、一旦に一度サイコロ一つ振ってターン終了時まで自分のフィールドのモンスター全ての攻撃力を出た目の数かける50アップすると。で、2345の目が出たら、デュエル中使用できなくなるよっていうこのスキルがね、打点アップするんだったら絆の力か粉砕とか、まあ、オーバーレイゲインとかでいいと思うんですよ。なんで別にこれをわざわざ使うことはないっす。300最大アップすることしかないでしょこれ、ターン終了時まで。なんでそれだったら他にもっと上昇幅でかいスキルあるんですよ。なんでそっちでいい、使うんだったらね。でリカバーは今の打点アップの回復版、ライフを回復する版なんですけども、で2345の目が出た場合は使用できなくなるよっていうスキルなんですけども、ライフ回復するっていうギミックは基本的にそんな強くないんですよね。環境デッキとかでライフ増やしてなんかめっちゃやばいことするデッキそんなにないでしょ。まあ、打点師とかは結構強いですけど、あれライフ回復するっていうギミックよりも効果無効にするっていうギミックが強いだけであって、別にそのライフを回復することがアドバンテージに繋がってるわけじゃないんで、まあ、これも別に強くはないですね。でサイコロリターン、サイコロ1回振って自分の、墓地から出た目の数までサイコロを振る効果を持つカードをデッキに戻すだけですね。終わらない罠地獄見習ってもらっていいですか。一旦終わらない罠地獄ってトラップカード3枚あったら墓地からデッキに戻して1枚回収するっていうスキルなんですよ。だから1枚アドバンテージ稼げるんですけども、1枚回収して少なくともなんか追加するんだったらスキルなんか新しいスキルね、なんかね中途半端なんだよね。全部がない。でダイステレベリングとかいう激ヤバスキルは一応おとぎくんサイコロの使い手なんでね、一応使えるようになりましたと。はい、今更このスキル使わないと思うけどな。で超時空戦闘機とかいう劇的にやべえスキルが実装になりました。一旦に一度、自分のフィード上に超時空戦闘機ビッグバイパーが存在する場合、手札のパワーカプセルか、を、オプションサイクロンレーザーのいずれかに変えると。パワーカプセルっていうのはこれですね、ビクトリーバイパー、WX03 っていうのを選択して、この中の、3つの効果の中から1個使えるよっていう、カードなんですけども、これを、パワーカプセルをオプションかサイクロレーザーに変えると。弱すぎる誰が使うんだよこのモンスター。令和だぞ、令和2年やぞ今もう。誰が使うんだよこのモンスター。こういうスキル追加するんだったらこういうデッキを楽しめる場を公式が用意するべき。何回目この話するの。はい、で次デッキマスター能力、速攻の黒忍者、これこのスキル、まあ、ちょっと面白いんですよね。バンデットみたいなことするんですけども、自分のライフポイントが1500以下の場合、それぞれ、デュエル中に1回ずつ使用できるスキルで、手札の忍者か忍法を墓地送ると相手の魔法トラップゾーンのセットカードを1枚を選択して奪うと。バンデットの、介護官ですね。バンデットは1500以下になると即座に打てるんで、表側のカードをじゃあないのでセットカードなんで、まあ、バンデットと全く同じですねこれね。なんで、まあ、バンデットしろっていう話ですこれこの上のこのセットカードを奪いたいんだったら。で、自分のフィールドに存在する元々の持ち主が相手となるカードを1枚除外してデッキ外から自分のフィールド上にこれを出すよっていう。だから一応完結をしてて、相手の、魔法トラップゾーンのセットカードを奪って、でその奪ったカードを、除外してデッキ外からこいつを出してくるっていうことは一応できるんで、多分ね完結はしてるんですよ。ただ、1500以下にしないといけないっていうのと、まあ、忍者か忍法がないといけないんで、まあ、このスキルはでも使い道はまああるかなと思ってますね。まあ、一応可能性は一番感じるスキルなんじゃないかなと思ってるけど、まあ、デッキ外からだから別にデッキの中にこれ入ってなくてもいいしね。で、ドロー戦サイコロ、サイコロを振る効果を持つカードを、ドローフェーズ時に引けます。なので、まあ、サイコロを振るカードを6種類入ってないといけないんですけども、
スナイプストーカーとか確定でドローできますね。はい、使うかな。これコインって強いんですよ。コイントスするカード強いんですけど、ダイス振るカードそんな強くないんですよね、別に。なんでこれも使うかと言われると多分使わないんじゃないかなと思うけど、まあ、ちょっと思いついたらまた動画にします。はい、で、あとはまあバランスは弱体化されたんで微妙ですね。まあ、一応ブラックマジシャンとか使うことはできますね、バランスで。でリスタートも微妙ですね。はい、そんな感じでございました。ちょっとですね、総合評価言っとくと、まあ、総合評価 1.5、 総合評価星 1.5 ですね。面白いキャラクターではあります、非常に。ファンは喜びそうだと思う。ただキャラクター格付けというまあ、概念において判断するのであれば、さすがに弱いかなといったところ。はいはい、というわけでまとめると、イベントクソすぎるんで、イベント作ってるやつクビにしろ。